はい、格闘ニュース、ゾウの雑白です。朝倉未来が勝てない斉藤豊のニュースタイルとはについてです。大晦日のメインと言っても過言ではないのが朝倉未来 vs 斉藤豊戦です。格闘関係者の中でも勝利予想が割れるなど接戦が予想されます。そんな中、斉藤選手がニューファイトスタイルを披露しました。朝倉のみっくんが絶対勝てない斉藤選手のニュースタイルを紹介していきます。まず今回の対戦において朝倉のみっくんが取るであろう戦略は、得意の打撃にテイクダウンを混ぜる攻撃でしょう。というのも、前戦で3ラウンド終了間際に朝倉のみっくんは2タップで豪快に斉藤選手からテイクダウンを取れました。またブガール・ケラモフ戦やイサオ戦で簡単に斉藤選手がテイクダウンされたことで、斉藤選手の弱点が露呈されたことです。特にサウスポーストライカーの朝倉のみっくんは2タップがとても有効な技の一つになるのです。サウスポーストライカーは急所を狙えるミドルキックが大きな武器となります。そしてミドルキックを効かし、下に意識を集中させ、左のパンチで仕留めるセオリーがあります。左のミドル、左のパンチが生命線なのです。また左のパンチを打つふりして、左は相手の肩を、右手は相手の膝を押さえ、2タップを決めることができます。右利きサウスポーカウンターファイターの朝倉のみっくんは、左のパンチ、左のミドル、右フック、2タップがメインの攻撃と今回はなるでしょう。しかしこの今回の戦いの生命線となる4つの攻撃を無効化できる戦略があります。それは斉藤選手がスイッチして同じサウスポーに構えることです。喧嘩四つから相四つになることで、左ミドルはそこまで有効ではなくなり、2タップも左右逆になるので決まりにくくなります。また朝倉のみっくんは過去に韓国であまり大した戦績ではない韓国人ファイターに負けています。それもオーソドックスからサウスポーにスイッチされ苦戦し負けました。以前動画にしていましたが、朝倉のみっくんはコネア・マクレガー丸パクリの右利きサウスポーカウンターファイタースタイルです。コナー・マクレガーの素人に毛が生えたバージョン、アナー・ミクレガーなのです。コナー・マクレガーはここ2戦同じサウスポーファイターオールラウンドストライカーのダスティン・ポイエに2連敗しました。1戦目はパンチで攻勢に進めるもカーフキックで敗れました。2戦目はカーフ対策はある程度するも、ポイエがテイクダウンを織り交ぜ TKO 勝ちしました。典型的な左ミドル、右フックを軸とする右利きサウスポーカウンターファイターは、喧嘩四つで左ミドル、左パンチが有効な時は強いですが、相手もオーソドックスで左ミドル、左のパンチの効果が半減し、距離と角度が近くなるとテイクダウンディフェンス力も低下し、一気に不利になってしまいます。またアナミクはサウスポー相手には前足のミドルキック、奥足のカーフキックで攻めるので、そこにカウンターの攻撃を合わすことが斉藤選手は可能です。以上のようにサウスポーにスイッチされると一気に不利になるのがアナミクレガーことアナミクの弱点です。今回のライジンの公開練習で斉藤選手はサウスポーの構えを見せましたが、実はその場しのぎの付け焼き刃ではありません。以前パラエストラ八王子にセミナーに行った動画の中で、昔からサウスポーへのスイッチを練習していることを告白しています。というのも、空手出身でステップを使う選手はスイッチと非常に相性が良いからです。今回いきなり試合で見せずに公開練習でサウスポーを見せたのは明らかに陽動作戦でしょう。実際試合でどれぐらいスイッチを見せるかは分かりませんが、かなり有効な手段と言えます。頻繁にスイッチを織り交ぜながらテイクダウンと打撃を使い分け、判定勝利を狙うのではないでしょうか。そして斉藤選手が勝利し、すぐに翌日の動画でアナミクは、実は膝が治ってなくてまともに歩くこともできない状態で戦った、膝の半月板が満月になったらリベンジしたい、今回は負けて嬉しいと、わけのわからない言い訳をするでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。